遠野なぎこ、愛病の動画見ながら号泣、私にはあの子しかいないの。2018年6月11日21時58分スポーツ報知。遠野なぎこ女優の遠野なぎこ、38、が11日放送の東京 MX、バラ色ダンディ、好き散るが金曜、北時、に出演。飼い猫への愛情の深さのあまり、号泣する一幕があった。この日、俳優、舘ひろし、68、が猫好きであるという話題に絡めて、遠野さんも、と話を振られた瞬間、泣き始めた遠野。飼い猫が、欲しかったし。私には、あの子しかいないから、愛おしくて。私にはあの子しかいないのー、と絶叫しながら涙を流す姿に共演者もやや引き気味に。続けて、流された愛病の動画を見ながら、と号泣。泣きながら、今日も一晩、手をつないで寝ていて。その後、12時間会えなくて、と泣き続け、共演の武井壮、45、に、愛病も、見てくれているから、と言われると、もう、やめてー。と泣きながら絶叫していた。遠野は6日放送の同番組でも、あなたの家には絶対に見られたくないものがありますか?と聞かれた際、遺言書ですね。いつかは見てほしいけど、今じゃない、と返答。うちの猫ちゃんたちへの遺言書書いてあります。私がどれだけ愛しているかを、と告白すると、話しながら号泣。共演の大竹まこと、69、だが、大丈夫か。と動揺する中、今一番大切なことは、うちの子、猫、と3人で入れるお墓があるかということ、と話すと、また号泣。次の話題になっても、お墓、見つかるかな、と泣き続け、スタジオを騒然とさせる一幕があった。